呂布さんから見てカンパネルラのラップの魅力は何だと思いますか？まあめっちゃうまいよね、ラップが。ラップが超うまいし、多分あいつさん歌もすげえうまいと思うんだけど、もう知り合った時からラップが一番うまかったから、俺らの世代っていうか、歳は俺カンパネルラと5個ぐらい離れてるんですけど、あいつは高校生とか大学生とかでラップ始めてて、俺は社会人になってから始めてるから、まあ、ほぼ同期なんですよね、ラップ歴としては。なんでもう本当に初期の頃知ってるんですけど、もう最初からラップめちゃめちゃうまかったし、で、まあ最初はやっぱ普通の大学生って感じだったんですけど、もうここ何年中か、もうここ10年ぐらいは、まあすっかりラッパーというか、そのクラブの住人っていうか、なんだろうな。うん、ヒップホップだなと思いますね。で、ラップかっこいいしね。ずっと、まあ近くにいて、刺激をもらってるアーティストですね。アルバムもめちゃくちゃ聴くしな。もっと評価さ、まあ、カンパネルラはしっかり評価されてると思うけど、俺はもっと評価されてもいいと思ってるけどね、あいつは。